皆さんこんばんは、水野優香です。今日は毎月恒例激安通販サイトホームレタスさんの秋アイテム、なんと今回は全部で3点紹介するんですけれども、全部3000円以下、しかもそのうち2つは2000円以下のめちゃくちゃ安くて可愛い商品を紹介するので、ぜひコーディネートと一緒に見てってください。ではどうぞ。今月私がすごい可愛いなと思って気に入った商品、まず1つ目です。アイボリーのマーメイドフレアスカートです。お値段はなんと1990円になります。こんな感じで小さめのダルメシアン柄になっていて、真っ白じゃなくてアイボリーってところがすごく秋コーデと合わせやすくていいなと思ってゲットしました。いろんなカラーとバリエーションがあって、単色のベージュ、ゴールドを、そしてダルメシアンの黒バージョン、チェック柄ブラウン、チェック柄ブラックと結構いろんなバリエーションがありました。でも私はこれが第一希望で可愛くって選びました。夏もすごく私おすすめしてた神戸レタスのマーメイドフレアスカート、途中まではちょっとこうキュッとしててフレアになってるタイプのスカートになります。私身長158センチでそんなスタイルは普通なんですけれども、足がすごく綺麗に見える気がしてお気に入りです。素材はポリエステル 100% で、すごくサラサラした素材になります。中にはね、ちゃんと長めに同系色の裏地がついているので透ける心配がないっていうところもとってもポイント高いです。プチプラのスカートを選ぶときに前がね、こうやってね平らになってる生地で、後ろがゴムだとすごく切れ目に見えるのもポイントです。でこれね、やっぱりゴムなのですごく伸びるので、フリーサイズなんですけど結構いろんな方が着やすい感じになっています。こちらのコーディネートをご紹介します。ではどうぞ。ちょっと甘めにコーディネートしたくて、同じようなアイボリーベージュのニットカーディガンを合わせて着こなしました。このニットカーディガンがバルーン袖になっていたりショート丈になっていたりするので、スカートを合わせた時にすごくウエストの位置が高くなってスタイルよく見えるのがポイントです。今季の秋のトレンドとして、同じようなコーデを上下で合わせるワントーンコーデがトレンドなんですけれども、ちょっぴりねワントーンコーデって単調になりがちなので、ダルメシアン柄になっていたり足元に違う色を取り入れたりすることでコーディネートが可愛く仕上がると思います。やっぱりこういうガーリーな、大人ガーリーなコーディネートは小さいバッグを持つのがすごく可愛いかなと思ってます。では次、2着目は前後ツーウェイリブニット V ネックカーディガントップスです。私はアイボリーをチョイスしました。お値段が1990円です。カラバリはすごくあって、アイボリー、チャコールグレー、ボルドー、ブラック、キャメルブラウン、ライトベージュ、ニューパープル、グリーン、なんと全部で8色あります。実は去年の秋も出ていた商品で、私すっごく気に入ってます。リブがこんな感じで細すぎず太すぎないリブなんですけど、すごく伸縮性があって体にすごいぴったりフィットしてくれるリブになってます。薄く見えるんですけども、生地が意外としっかりと厚いので、本当に体にいい感じにフィットしてくれて、すごくスタイルがよく見えるっていう、カーディガンとして着るというよりはこのまま1枚で着たいアイテムなんですけれども、着た時に上品なのにすごく V の形が綺麗で、しかもこれこのボタンが全部外れるんですけど、これを前にしても後ろにしても前後で着れちゃう、すごく便利なアイテムです。本当にね、ニットって着た時のチクチク感だったり肌当たりだったりすごく気になると思うんですけど、私的にはすごく柔らかくて着心地がいいのでとってもお気に入りです。素材は綿が 50% でアクリルが 50% になります。口コミのね評価もすごく高くて、5段階中 4.52、 レビューもすごくいいのでぜひ参考に見てみてください。これは本当パンツでもね、スカートでも合うし、中部袖なのでしっかりとねここの手首までくるので、冬までずっと着倒せるアイテムだと思います。ではこれを着こなしてみたのでコーディネートをどうぞ。
では少しクラスアップして見えるように私がすごく気に入っている神戸レタスのワイドポンチパンツを合わせて仕事でも着れるようなキャリアウーマンコーデに仕上げました。トップス、パンツ、パンプス全て合わせて7500円ぐらいなのですっごくプチプラなんですけれども、サングラスやバッグをハイブランドにしたことですごく高見えして見えるコーディネートになったと思います。やっぱり今年はアイボリー、ベージュ、グレージュ、ブラウン、この辺のアイテムは大人気なのでぜひコーディネートで取り入れてみてください。では3つ目です。七分袖ウエストギャザー入りフレアワンピースです。お値段はワンピースなのに2790円です。安い。もうこのねディティールがすごくクラシカルレディで可愛い上にこのミントカラーがすっごい可愛いなと、私大好きな色なんですよこの色なので、すぐにポチッとしました。これはですね、その他にもベージュとモカーキ、パープル、ブラックで全部で5色展開のアイテムです。ウエストがねこうキュッとなるけれども広いすぎなくって、ちょっと本来のお腹よりも気持ち上にウエストの部分があるのですごくスタイルよく見えるワンピースです。後ろはこんな感じでゴムになってます。これもねすっごくね伸びます。サラサラしてるんだけどシフォンじゃないちょっと秋っぽい生地というかそういう感じで、届いた時に段ボールに入ってたんですけどあんまりシワがなく手元に届きました。少し光沢感のある生地で写真で見るよりもちょっと高級感あるアイテムだなと私は個人的に感じました。素材はポリエステル 97% ポリウレタン 3% のアイテムです。七分丈のキャンディースリープでここがゴムになってるので本当にレディーなアイテムになります。スカートの丈も結構ふくらはぎまで行くぐらい長いんですけど、なんかスタイルよく見えるっていうアイテムです。あれどうやって着るんだろうって思ったんですけど、このボタンがこの3つ外れます。なのでこのボタンを3つ外して着るタイプのワンピースになります。ちょっと透け感がある生地ではあるんですが、ちゃんとね裏地がしっかりついているので透けは気にならないと思います。ではコーディネートをどうぞ。このワンピースはもう1枚で着ててすごく上品で大人レディに決まるので、ワンピースを生かしたコーディネートにしました。バッグやパンプスは肌に馴染むベージュにしたことですごくワンピースが映えると思います。耳元は胸元のボタンに合わせてシルバーのフラワーピアスをつけました。アラサーアラフォーでも着やすいとてもクラシカルなワンピースになります。以上私のおすすめ3つご紹介しました。いかがだったでしょうか。もう本当にね秋なのにこんなに安くていいのかなって感じなんですけれども、本当にね安くて可愛いってすごい正義。しかもね2000円とか3000円とかでこんなレベルのお洋服が買えるなんて本当価格破壊がすごいなと思ってます。でもね本当合わせる小物やデザインや素材感でプチプラなアイテムもよく見えたりするので、ぜひ参考にしてみてください。では今日の水の優香チャンネルいかがだったでしょうか。よかったよと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。